누군가 날 봤대요. 나랑 똑같은 사람, 은주 씨랑 똑같은 사람은 세상에 없어요. 약속해 줘야 돼. 무슨 일이 있어도 나는 지켜준다는 거. 이 통성들이 다네 거라고. 이 시간에 싱가포르에도 내 사람들이 움직이고 있다. 누군가 날 봤대요. 나랑 똑같은 사람, 은주 씨랑 똑같은 사람은 세상에 없어요. 약속해 줘야 돼. 무슨 일이 있어도 나는 지켜준다는. トンゾンタィッコラゴ本日は「チャグナシー・でシスターズ」の8話の予告をご紹介しますシスターズもですねあと5話ですか12話までなのであと5話でもう終了とねもう次々とドラマ終わっちゃうからねうーん次何見ようって感じなんですけど まあでもね、あの、やっぱ、八山で来てると、もう、ピークなので、いろんな謎が出てきましたね。で、結局、オインジュと、ね、えー、チェドイルは、シンガポルールに行くと。でも、シンガポルールにはなぜか、オインジュのような人が、もう、あのー、なんとか、あの、展覧会みたいなところに、 参加してると。いうことでしたね、7話でね。でそれは、えー、亡くなった恩にチーノアヘオンじゃないかっていうことですね。うん。まあでも、大体ね、たい分かった気が僕はしてます。だたいね、うん。だから、このチェドウィルは、まあ、おそらくですけど、うん、あの、別に犯人じゃなく、悪者でもなく、 復讐をやっぱ考えてるんですね。で、7話でね、お父さんとお母さんが出てきたわけじゃないですか。うん。長蘭へのメンバーだった、まあ唯一裏切っていたチェドイルの、まあお父さんに会ったと。だから、チェドイルはずっと復讐を 考えて、このウォルリョンガに入ってた。という展開だと思いますけどね。だから、まあ、チナヨンが生きてるかも、みたいな今、最後、話になってたと思うんですけど、うん、チェドウィルが、ね、あの、守ってくれたんじゃないですかね。どうでしょうね。これで <laughs>、これで、この人があの、犯人だったみたいなね、あの、ビナンドみたいな、 あの展開だとちょっと困るんですけど <laughs>。まあ、今の展開だとね、そんな気がしてますけどね。だし、いやー、さすがに裏切らないでほしいな。さすがに <laughs>。まあまあまあ。えここでの韓国語は、どんがなるパテよ。ならんとかつんさら。誰かが私を見たそうです。私と全く同じ人。それは、ね、 亡くなったと思っていたジン・ハヨンでしょうね。インジュシラとかっていうのはさらに世才が없어요。インジュシと同じ人は世の中にいないはずですと。って言いながら多分ね、チェドイルが、えっ、ー、と、ジン・ハヨンを、こう、まあだからな、日本語でなんて言うんだろう。うん、新産セッタクって言うんですけど、韓国語で。だから、 えー、変えたんでしょうね。ね。要は亡くなった人は、ジンワヨンじゃなかったと。いうことをやってくれたんじゃないのかな、と思ってます。ペシン、んでこんなこと言ってあげてよ。サロンディダーボヌンアペソ죽일겁니다。ニュースロードアイスイスミナ、タンハンバー。ピンジョニア、そこは위험한것같다。お茶じ 이 총과 현금 말고는 나로군 스네. 끝까지 아무도 믿지 말아요. 이 총과 현금 말고는. 최고마저 다들 뭐 신지 날이 돼. 이 총과 현금 이외와. 헌터가요. 띠유. 네. 신지 르요. 띠유. 체드윌 신지 르요. 마지막 최고마네. 뭐네. 박재사마 결국 チェイドイルに、えっ、ー、と、処理しろと。えー、要は、オインジュを殺してっていうふうに言ってますもんね。7話でね。だからなぁ、信じたい気持ちは、あるつつ、あのあ、ありつつも、とはいえね、最後の最後がわからないのがカンドラなので、うん僕も、ちょっと誰も <laughs>、誰も信用できないですね。 で、もうこの展開だと、もう、パクチェさんが一番の悪者みたいなのにもなってますけど、とはいえまだね、あの、チョンランウェ、このチョンランウェの、えー、こう、メンバーの、こう、ウォンギソンチ軍、ウォンソン将軍の娘、ウォンサは、正直に、こうね、 信用できないですね。信じられない。うん。だからこのパクチーさん夫婦は、まあこの夫婦はとにかく信用できない。<laughs> なんかありそう。うん。なのでパクチェさんだけが危ない人物ではないかもしれないなっていうのはありますね。うん。あとはね、こうね、今、そのチェドエルのお父さん本当にお父さんなのかな まあわかんないですけど、この人はもう爆瀬さんを、こうみんなの前で殺すとか言ってるんですけど、そう簡単にはね、そう簡単には多分、あの、死なないんでしょうね。だから、最後がほんとわかんないな、これ。どうでしょうじゃあ、えー、ね、この、お院中姉妹の計画通り、お院ン,ンが、 えっと、記事を書いて、えー、アクチェさんはこういう人なんだっていうのを世の中に出したときに、それで、ね、このチョンランイっていうのは終わりを迎えるのかなね。って思ったりね、うん。もっと大きな、もっともっと大きな謎が我々を こうね、8話、9話、10話あたりで、ドーンと来るんじゃないですか。だからね、こう、分かった気がしてますけど、このドラマ。もうね、あの、終わりが見えてきてるような気がしますけど、僕は絶対に油断しないです。もうロベースで、ゼロベースで、えー、何着ても受け止められるように見ようと思ってます。なので皆さんもね、 本日8話あると思うので一緒に楽しみましょうではまた